お元気ですか、ボクシミです。今回は BB 部ベースボールカード修序の開封動画第2回目でございます。これですね、過去に1回で、ね、上げておりますが、2回目の方はですね、プレミア配信いたしますので、前編後編をね、一気にねやっていきたいと思います。それでは早速ね、前編を8パック後編を7パックずつ分けていきたいと思っております。まずは前編の8袋ずつやっていきたいと思います。まずは1袋目でございます。松岡弘投手でございます。オリックスのね、ジョー・マッカーシー外野手でございます。でグランドで、800試合登板を達成した、日本ハムのね、宮西投手でございます。ごめんなさい、はい、でこちらで、ね、タイガースセーブを挙げた松井裕樹投手ですね、楽天でございます。1000試合連続出場達成した鳥谷敬内野手でございます。入団から2年連続2桁勝利を挙げた伊藤大海投手でございます。北海道日本ハムファイターズでございます。はい、続けていきます。2袋目でございます。松田陸内野手でございます。新人選手が1試合2本塁打を挙げた、これはソフトバンクホークス野村勇内野手でございます。100本塁打&300塁打を達成した広島東洋カープ菊池涼介内野手でございます。で、始球式カードでございます。女優の池田明菜さんでございますね。イニング2本塁打を達成した楽天の辰巳涼介外野手でございます。150ホールド150セーブを達成した、ごめんなさい、阪神タイガースの、藤川球児投手でございます。3袋目でございます。こちらね、シーズン56本塁打を達成したヤクルトの村上宗隆内野手でございます。奪三振を挙げた、オリックスの山本由伸投手でございます。で始球式カードなんですが、エースクイーンの近藤みやびさんの、このハートのね、浮き出てる模様がございます。これ300枚限定のカードでございます。300分の167でございます。で盗塁を達成した阪神タイガースの近本浩二外野手でございます。新人投手が開幕4戦目で勝利を挙げた佐藤俊介投手でございます。埼玉西武ライオンズで、チーズドラゴンズのヘドロ、ネビーラ内野手でございます。4袋目でございます。中島裕之、内野手でございます。3球団で満塁ホームランを挙げたカードでございます。読売ジャイアンツでございます。こちらね、平成唯一の三冠王松坂信彦内野手でございます。私個人的に大好きな選手でございます。で1500試合出場達成した生野正弘選手でございますが、こちら見てください、赤白でございます、ね、
でこちらね、50分の32でございます。現在はね、読売ジャイアンツに戻っておられます。田淵光一捕手でございます。714試合で200号に達成した時のカードでございます。で、始球式カードがね、なぜかね、こちらでございますね。ファイターズのね、オフィシャルチームの、ございます。中野有田選手のね、カードが入っておりました。1試合、6試合達成した、中日ドラゴンズ、大島洋平、外野手でございます。5試合目、5袋目でございます。秋山翔吾外野手でございます。広島東洋カップ。後藤光隆内野手でございます。4番で本塁打、全打順本塁打を達成した時のカードでございます。で、始球式カード宇垣美里さんでございます。で、北山幸喜さんですね。投手ですね。北海道日本ハムファイターズでございます。新人が開幕投手を挙げた時のカードでございます。高卒2年目の投手がシーズン100奪三振を挙げた時のカードでございます。中日ドラゴンズ小笠原慎之助投手でございます。打点王、埼玉西武ライオンズ山川穂高内野手でございます。はい、続きまして、1,2,3,4,5、6袋目でございます。シーズン55本塁打、読売ジャイアンツの、ね、王貞治内野手でございます。22歳1ヶ月で1試合、3本塁打を挙げた千葉ロッテマリーンズの山口浩輝外野手でございます。都の本塁打1安打のみで1対0の勝利を挙げた、北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手でございます。200セーブを挙げました横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明投手でございます。尺本塁打の300ギガを達成した、西武ライオンズの伊藤智捕手でございます。元監督でもね、いらっしゃいました。最高勝率を挙げた阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。で、7袋目でございます。これね、自らの本塁打で1対2の勝利を挙げたヤクルトの小川泰弘投手でございます。投手がね、ホームラン打ってね、勝利したんですよね。プロ13年目で初本塁打を挙げた広島東洋カープの、伊予高光、外野手でございます。最優秀防御率を挙げたオリックスバファローズの山本由伸投手でございます。で、始球式カードでございます。俳優の高橋古也さんでございます。新人選手を4番に起用した、東映フライヤーズの張本勲外野手でございます。現在はね、東映フライヤーズはね、北海道日本ハムファイターズでございます。高卒1年目で規定打席に到達しました中日ドラゴンズの立浪和義内野手でございます。現在はね、監督でいらっしゃいます。で、前編ラストの8袋目でございます。で、最多勝を挙げたオリックスバファローズの山本由伸投手でございます。プロ1年目から21連続勝利を挙げた東京ヤクルトスワローズの石川雅規投手でございます。
で、なかなかね、渋い選手来ましたね。阪急ブレーブスの山沖幸彦投手のカード、レジェンドカードでございます。ちょっとごめんなさいね、ちょっと移動します。こちらね、90球で完封を挙げた北海道日本ハムファイターズの加藤貴之投手でございます。これまたまたね、古い選手出ますね。太陽ホエールズの小山正明投手でございます。プロ1年目から21年連続勝利を挙げたというカードでございます。ちなみに太陽ホエールズはね、現在は横浜 DeNA ベイスターズでございます。で、本塁打を挙げた埼玉西武ライオンズの山川穂高内野手でございます。で、このままね、続けて後編に回りたいと思います。それでは後編の7袋開けていきたいと思います。まずはね、1袋目開けたいと思います。ジャイアンツの松田陸内野手、ヤクルトの、パトリック・ギブレハン外野手でございます。で、乃木坂46の金沢さやさんでございます。始球式カードでございます。で、2000試合相当したね、千葉ロッテマリーンズのスタジアムアナウンサー谷保恵美さんのね、カードでございます。イニングス日本塁打を挙げた掛布正幸内野手でございます。阪神タイガースでございます。新人選手を4番に起用した北海道日本ハムファイターズ上川端大吾内野手でございます。2袋目でございます。88球で完封した千葉ロッテマリーンズの渡辺俊介投手でございます。最多奪三振を挙げたジャイアンツ戸郷翔征投手でございます。こちらですね、1試合19奪三振を挙げたオリックスブルーウェーブ野田浩二投手でございます。現在はオリックスバファローズでございますね。で、始球式カード増田恵子さんでございます。で、プロ本塁打を放ってプロ初完投を挙げた、阪神タイガース西純也投手でございます。9回2時までノーヒットローラーを継続した阪神タイガース上田次郎投手でございます。で、3袋目でございます。88球で完封した千葉ロッテマリーンズの渡辺俊介投手でございます。で、1試合6安打を達成した読売ジャイアンツ高田茂外野手でございます。8先発の試合でプロ 1-2-5 を放す、連発した福岡ソフトバンクホークスの渡辺陸捕手でございます。で、始球式カードでございます。フィギュアスケートの樋口、若葉さんでございます。ノーヒットローラーを達成した北海道日本ハムファイターズのコニー・ポンセ投手でございます。12球団を達成した横浜 DeNA ベイターズ林正則投手でございます。ね、元ね、日本ハムにもね、在籍しておりました。4袋目開けたいと思います。最高勝率を挙げた
オリックスバファローズの山本由伸投手でございます。史上15人目の完全試合を達成した読売ジャイアンツ牧原ひろみ投手でございます。23歳5ヶ月で1試合3本塁打を挙げたロッテオリオンズ初芝清内野手でございます。現在は千葉ロッテマリーンズでございます。250盗塁を挙げた大島洋平外野手でございます。697試合目で200号に達成した埼玉西武ライオンズ山川穂高内野手でございます。で、上田幸太郎投手でございます。5袋目でございます。投手の森下正人投手でございます。投手が1試合4打点を挙げた時の、ね、カードでございます。千葉ロッテマリーンズの中村翔吾内野手で、4番で本塁打、全打席本塁打を達成した時のカードでございます。令和初の三冠を達成した東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。で、始球式カードでございます。三崎奈子さんでございます。声優でございます。これ100枚限定でございます。100分の73でございます。ノーヒットローラーを達成した日本ハムファイターズ西崎幸宏投手でございます。30試合連続安打を達成した阪神タイガース近本浩二外野手でございます。6袋目でございます。首位打者を達成したヤクルトスワローズ村上宗隆内野手でございます。7度目の開幕投手を挙げた読売ジャイアンツ上原浩二投手でございます。オリックスバファローズの宇田川優希投手でございます。楽天イーグルスの、始球式でございます。タレントの、王林さんでございます。で、楽天の宮森聡投手でございます。両リーグ最速で10勝に到達した阪神タイガース青柳晃洋投手でございます。ラストの、7袋目でございます。プロ10年目で初本塁打を挙げた広島東洋カープ上本隆内野手でございます。1試合19奪三振を挙げた、投手ですね、佐々木朗希投手でございます。ちょっと移動します。声優の伊達沙莉さんの始球式カードでございます。で、レジェンドカードでございます。小早川武彦内野手でございます。これ広島東洋カップでございますよね。714試合目で200号に到達した西武ライオンズ秋山浩二内野手、外野手でございます。で、最後は最多セーブを挙げた中日ドラゴンズ投手ライエル・マルチネス投手でございます。はい、以上でございます。ごめんなさい、2回目もね、直筆サインカードは出ませんでした。ね、本当に個人的にもね、直筆サインカードを目指してたんですよね。ごめんなさい。で、またね、お金がありましたらこういった支給式カードを上げていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。